はい、どうも、花火です。今回ね、もう全く何も関係ないね、動画なんだよね。だけどまあ、とりあえず、ちょっと変わったのもあったんで、これ、もう今、結構、ね、妹たち食ってっから、あんま入ってないんだけど、なんかバーベキュー用の、巨大マシュマロ。なんか安かったみたいよ。割引で、なんか398円のものが50%引きで、199円ってここに、書いてるね。これをですね、まあ、とりあえず、古いけど、古くて汚い、この調理用の箸をぶっ刺して、焼きマシュマロしようかなと。ビーグレディか。よし、行くぞ。うお、なんかもうすごい。これね、普通のマシュマロと違って、なんか中まで多分ね、いけないから、食べたら焼いてみたいな感じ。おお、これ熱いよな、多分な。わあ、めっちゃ焦げた。やべえ。焼きマシュマロ。おっとっとっと。面白いな、これ。熱いかな。あっちゃ。これやべえよ、これ。熱いよ。一回止めよう。一回止めて、ちょっとあれだ。お皿だ、お皿。焼きマシュマロって言ってもさ、やっぱあれだよな。ちっちゃい頃とかによくやってたけどさ、こういうの。今回これ初めてだ、この巨大なマシュマロ。でかいんだよ、結構。お皿がこれでしょ？このサイズ。手がこれでしょ？やばいね、これ。でかいね。で、ちょっと猫舌だから、まああまり食えねえんだけど、まあ、ちょっと味見で。あ、めっちゃパリパリ。これやべえな。パリパリだよ、これ。単体で食ったらすごいなんか弾力あったんだけど、あれね、焼きマシュマロにするとすごい。トロトロになるね。トロトロっていうか、ふわふわになるというか。うん。素晴らしい。どうでもいい動画なんだよね、これ。あ、普通のやつよりなんか弾力あって、すごい食べにくかったんだけど、なんか焼いた方が食べやすいもんね。意外とうまいんだよ。以上、特に何もない動画なんだよ。なんかたまたまこうバーベキュー用の、なんかこの巨大マシュマロがあったから、これやってみたけど、なんか、すげえやつ。バンダムギガ BBQ マシュマロだって。うん、よくわかんねえけど。まあ、面白いね、これ。でかいんだよ、本当に。あ、もうこう書いてあるよ、ここに。やってやれよって。べえ、このでかさ半端ねえ。よいしょ。ってことで、まあ今回本当に意味のわかんない動画だけど、まあネタ切れだから撮影ということで、はい、ご視聴ありがとうございました。